はい、かねさんです。こんにちは。皆さん元気ですか？いつもありがとうございます。今日はですね、ちょっと新しい、初めて使った色があったので、これを紹介させていただきます。すごいちょっと見えにくい、渋いでしょ。これはコアラテックスのネイビーっていう紺色ですね。で、あ、これブドウに使えるなと思って、一応買って試してみたので、これを紹介させていただきますね。で、ちょっとメンバーシップの方からもちょっとアンケートを取って、分からないことありますかって聞いたので、そのテストもしてみたいと思います。それはこれです。これまた説明しますね。いきます。動いてきますね。色がね、とてもいいんですよ。ネイビー大好きだな。これ渋いね、すごい渋い。で、ちょっと色を変えてみたいと思います。まず160ブドウを作ります。今の季節でしょ。これはね、クアラテックスのね、スプリンググリーンっていうバルーンですね。はい、これは適当に膨らませて三つ輪を作ります。ランダムでいいと思いますよ。持ちながら回す。2、3、こういうのを作りますね。次はネイビーを膨らませます。膨らます長さはね、結構短くていいかな。ちょうど20センチぐらい残るぐらいですね。8インチザーバードレフトです。結ぶ、こうくっつけちゃいます。ちょっとね、ちょっと前紹介したブドウのグレープの作り方とちょっと変えてます。あれからね、結構作ったのよ、何十個か患者さんあげてすごい喜ぶんで、ちょっとだけ違います。それをもう紹介しますね。ちょっと見えにくいね、グレープ。これ横向きになりながらやってみようか。いきます。まずバブルを1つ、2つ、ここで1個ピンチチーズを作る。1個ピンチチーズを作ってピンチを作ります。こっから前2個作ってたんだけど、1個のまま持ったままバブルをもう2個作ります。今日は戻るんですね。1個だけ作って戻るということをします。はい、これをこうね、1、2、ピンチ1個、1、2、これ引っ張りながら回す。はい、回しました。これをもう一回下に折ります。こうですね、2個作って下に折ります。で、こう持ってピンチと一緒にこれを回します。引っ張って回す。はい、でここは今6個になりましたね。ここがね、6個になりました。次、ここで初めて2個目のピンチを作る。この方がほどけにくいかなと思いました。体をくっつけながら使ってもいいし、引っ張りながらもと、2個ピンチができて、こういう6個の丸ができます。これ8個にしたいから、これをもう2個作って、でここでね、まあ、かなりここは狭いので、これを使いましょう。これを使います。これで引っ張ってセンターに近づける。それでいいです。8個の丸と8バーブルズ and 2ピンチツイストで、ちょっと場所を変えながら一つマイメイクツイズワンバボーワンバボー一つ作って、これをピンチの方に向かっていきます。これとこれをピンチとピンチとこれを一緒に回す。でもいいし、これをちょっと引っ張って回しながら、このここにぐるんと、腕が黒いんじゃん。こう、たどっていく。回しながら、回しながら、たどっていく。
で、このピンチとピンチの間にこれを持っていきます。その時も回しながら持ってくる。でここに1個丸があるでしょ。これは、ね、まあ、できるだけでいいので中に入れてもいい、まあ、入れても入れなくてもいいよ。どっちでもいいです。はい、あともう少しですね。要は2個作ってピンチ2個作って上がっとったのを、今回は2個作ってピンチ1個作って上がって2個作って降りて、もう1個ピンチを作って2個上がっ作って上がって1個作って降りるね。1、2、3、動きとしてはすごい似てるよね。でピンチ作ります。あとはね、もうあくまで僕はやりやすいなと思って、子供でもできるかなと思って作った考え方なんで、皆さんのアレンジでどんどん変化させていってももちろんいいし、要は作り方はどうでもよくてできればいいなと思っています。はい、こうですね。これとこれを回します。引っ張ってみます。音がすごいんだよね。で最後に折ります。下に折る2個。でこれ最小限に部分に見えるかなっていう数で作ってるから、もっと足してもらってもいいし、自由ですからね。ここからまた上がっていってもいいし、上がっていってもいいし、最後自由です。でカットします。こういう時にね、シングルハンドタイ便利だから、シングルハンドタイ覚えてくださいね。エリさん、僕メンバーシップの方向けに、今朝ね、Q&A っていうか、分からないことがあったら聞いてくださいっていうのをやったんです。で、メンバーシップの方限定なんですけど、質問を早速いただきました。それは何かっていうと、バレエやってる時に、どうしても、僕もそうですよ。僕もね、この前松田さんのリニューアルオープンで、もうすごい会社だからすごいんですよ。カーディーラーさんの販売所ももうね、ファーストクラスのね、どう言ったらいいかな、待合室みたいな感じ、ラウンジがもうカウンターがあって、スイーツとかコーヒーが飲めたりとか、そこでもうなんか頑張りすぎたの、もうすごい頑張って作ったんです。行列もできたりして、その時にこの指とこの指がつりました。指がこうなってクーッとなって、うわーとかって言ってマッサージしたりとかしたんですけど、そのエリさんという方からの質問は、爪とこの指、ここかここなんだと思うけど、その間がどうしてもやっぱ切れたりとか裂けてしまってとても痛いと。で僕もこれ使ってます。ハンドクリームニベア使ってるんですけど、どう言ったらいいかな、僕はね割れたことがないんですよ、指が。だからよく分かんなかって、早速家族と相談してこういう質問いただいたんだけど、なんかいい方法ないかねって言ったら、あとなんかね、ちょっとこれ医療関係になるから、おすすめはできないんです。試してもらうっていうか、合わなかったら大変なことになるんで。昔嫁が花屋さんで勤めてたん で水物扱うじゃないですか。そしたらね、ここは切れるんですよ、爪が。洗い物しすぎたら切れるのと一緒で、さらにそこから水が入ったりしてすごい染みるでしょ。コロスキンっていうボンドみたいなのがあって、それを指が割れたらそこにボンドをくっつけて、もうこう最初つけた時すごい染みるらしくて、あとボンドの匂いがするらしい。でそれはちょっとおすすめできんかねって言ったんだけど、一応方法としてはそういったのがあるっていうのと、もしこれ固まったらもうすごい全然痛くないらしいんです。でも僕はあんまりおすすめしないというか、最終的には皮膚科に行くしかないとは思うんですけど、またそこでね、ステロイドとかなんか合う合わないの薬の問題が出てくるんで、なんとも言えないんですけど、たまたまね、こういうね、100均に売ってる指サックがあったんですよ、ゴムの。これダイソーさんの、それをつけてやってみました。このブドウも、これも作った今。そしたら意外に気にならないから、僕はね、これをね、ちょっと一回試してみて、エリさん。
ここにね、引っかかりがあるでしょう。これつけてもつけんでもいいと思うんだけど、僕ちょっと気になるから切ったんです。そしたらね、こんなになるの。で、ここがね、ザラザラ。これなんか紙とかめくるとき使うじゃないですか。子供がアルバイトで使うから買ったんだけど、これがもしかしたらないやつがあるかもしれない。ザラザラがないやつがあるかもしれないし、それは僕も探してみますね。で、また追ってメールを差し上げます。で、これ使ってみた。実際。そこまでね、気にならなかったかな、僕は。だから、この100円で一回指サック買って、大と中があるんで、これを試してみてください。その方が、なんか非侵襲的でいいかなと思ったりします。うん、意外に良かったですよ。で、今日は、ブドウのネイビー。この、すごくいい色。で、これはね、入院患者さん、整形外科の勤務の時に入院患者さんにあげたらね、めちゃめちゃ喜びますよ。ベロ待ってない。ベロ噛んじゃったんですよ。すっごい喜んでくれる。から、おすすめです。はい。ネイビー。あとはバーガンディ。バーガンディは、このネイビーに比べると、滑らないです。全然滑らない。ただ、透明感がすごいので、こういう透き通った感じが、出せます。ただすごく摩擦が多いのでよくしぼむかな。僕はまだあんましうまくないから。なのでこういうものを使ってブドウの季節になりましたし、ぜひブドウを作ってみてください。はい。それではこの指対策のこともちょっとまたいろいろ探してみますね。はい、質問ありがとうございます。で、今日はネイビーのバルーン、クワラテックスネイビーのバルーンを紹介させていただきました。ライムいいでしょ。ライムとこれはね、スプリングリーン、これはジェマールのライム260です。はい、それではまた会いましょう。 See you next time. バイバイ。はい、はい、指サックだったらセンサーになる。